トゥーランドブルグの時間ですよいしょー理解不能隠され続けた東北の神荒はばきの正体は歴史を覆すとんでもない神様だった。今回は誰も知らない荒はばきのとてつもない正体についてお話していきます。今回も隠された神荒はばきシリーズでございます。はい、トゥーランドプエルのシリーズものっていうのは、うん、回を増すごとにディープな方向に盛り上がっていくわけですよ。どんどん行くからね。そうそうそう、このライン超えていくみたいなとこも行くんですけども今回はね、あくまでエンタメとして楽しんでくださいませ。はい、これまでしてきたお話では、うん、荒はばき神っていうのは村境を守る冴の神なんじゃないのって説とか、うん、他の地域からやってきたお客様的な神様を意味するマロード神なんじゃないのとか、すねに巻くはばきと同じ音であることから足の髪を表すという説、転じて荒はばきイコール長すねイコなんじゃないのっていうね、そういう説をお話してきましたよね。うん、まあ、義書と言われる津軽外三軍師ではヤマトを支配していた長すねイコはね、巫女をトップとするヒム家族に敗北して津軽に落ち延びて荒はばき族を名乗ったと記されていましたよね。はい、津軽外三軍師に描かれる荒はばきの姿は津軽半島で発掘された遮光器道具そのものであり、ね、長すね彦の姿ではなかったですよね。はい、遮光器道具は女性を表しているので、長すね彦を率いる荒はばき族は荒はばきという神を祀る女神信仰であったということなんですね。そうやね。さらに大国主の末裔が語る出雲口伝では、長すね彦っていうのは出雲族の子孫なんだよと、はい、出雲とヤマトの地を支配していたんだよと語っています。キム家族に敗北しヤマトを追われた長すね彦は故郷である出雲の地で亡くなったと伝えられていますが、出雲区でをねちゃんと読み解くと、出雲族のルーツは東北地方にあることが分かりました。そうやね。うん、つまり神武に敗れた長すね彦は津軽里三軍師の記述や青銅滝一文字の口伝と同じく、やっぱりね、東北の地で亡くなったということにね、なるんですよ。やばいよね。さらに出雲区伝には伝承者である富正夫さんが亡くなる寸前までね、うん、隠してた情報がありましたよね。はいはいはい。それまでは出雲族のトップは男性神船戸の狼だけだとね、そういう風に伝えてたんですけども、実は女性のトップも存在して、それはもうめちゃくちゃ巧妙に隠されてたんだよって。そして出雲族の隠された女主張こそが荒はばき神だと、はい、明かされたわけですよ。ちょっとちょっと、ねね、だからもう全部ここでいろんな話がつながってくるわけなんですよ。とバチンとね。そう、しかしね、長すね彦一族が荒はばき神という女神を崇拝していたというところまでは分かったんですけども、はい、その荒はばき神がどのような神様やったのかっていうのは、うん、なかなか見えてこないわけですよ。結構ね。そう、なんでかというとね、荒はばき神ってメインで祀られてないのよ。はいはい、もともとは祀られてたのかもしれないけど、うん、別の神様をバーンって突っ込まれて、はい、マロード神に追いやられてると。ちょっと端っこの。そう、だからその輪郭がぼやけてるんですよ。しかしね、そんな謎だらけの荒はばき神の正体を知るヒントとなる場所がね、存在してます。ほい。それが埼玉県にある氷川神社です。はい、氷川神社にはかつて人が絶対踏み入れたらあかんよと言われる金足地っていう場所が存在しており、うんうん、その金足地こそが荒はばき神が宿る場所として崇められてたわけですよ。はい、その金足地の名前が蛇の池と。蛇の池ね。そう、呼ばれていることから、うん、荒はばき神っていうのは泉に宿る蛇神やったんじゃないかと考えられるわけですよね。はいはい、うん、蛇、水神といえば、じゃあ太陽持ち、水神だったと言われる瀬織姫をね、はい、連想させますよね。また繋がってくるんですけどもね。来ました、瀬織姫。最も栄えてたと言われる縄文時代中期には蛇の女神を表した土偶や土器が数多く発見されており、うん、荒はばき信仰っていうのは縄文時代からの蛇の女神信仰と直接つながるんじゃないかと。はいはいはい。そういう風にも考えられるんですよ。それでは荒はばき神の正体というのは湧き出る泉に宿る蛇の女神だったのでしょうか。日本中の伝承を探ると荒はばき神が宿ると考えられていたのは泉だけじゃなかったんです。あ、そうなんや。むしろ泉に荒はばき神が宿るっていうのは結構珍しいケースやったんですよね。そうなんや。そう、言うてもね、出雲口伝の伝承でもね、荒はばき神っていうのはもうめちゃくちゃ念入りに隠されてたわけじゃないですか。はいはい。で言ったほとんどがうやむやにされてるんですよ。ね、しかしね、現在でもいくつか荒はばき神を御神体として直接祀ってる神社が存在してるんですよ。あら、マジか。そう、そのうちの一つが岩手県にある丹内山神社なんです。ほう、ね、東北地方ですね。東北やら、この神社に荒はばき神が祀られてるわけですよ。現在のね、丹内山神社に至るまでの経緯っていうのは、まあ、結構
構複雑で、明治維新までは大聖寺と呼ばれるお寺だったんですよ。丹内山神社があった場所はね、もともとのもともとは恵比氏が信仰していた聖地やったんですけど、うんうん、ね、大和朝廷がもう恵比氏に勝利して、うん、この場所はもう恵比氏の聖地やったけど、お寺建てたれってことで、はい、ドカーンと大聖寺を建てたんですよ。はいはい。で、そっから1000年ぐらい経って明治維新の流れになってくると、うん、お寺って仏教のもんやから、うんそうね、日本は神道の国やんか、はいはい、仏教ともう神社はもうごっちゃなってたのよ。あー、それまでは。なるほどね。はいはい。これも切り離そうと、うんうん、神社とお寺切り離そうってことで神仏分離っていうね動きがあって、うんうん、大聖寺は現在の丹内山神社になったんですよ。なるほど、そんな流れで。そう、もともとは恵比氏の聖地だったけどお寺になって、で神社になってっていう。あー、そう、何回かねこう信仰が上書きされてるんですよ。されてるね。そう、しかし何かしらのたたりがあったのか、恵比氏からのすんごい反発があったのか、はいはい、建物は更新されてるのに、うん、荒はばきの御神体だけはね、うん、そのまま残り続けたの。あら、そうなんや。そう、それでは丹内山神社に残る荒はばき信仰とはどのようなものなのでしょうか。丹内山神社の奥にはね、なんと、うん、高さ3メートル以上の巨大な石がある。お、石。そう。その巨石が、うん、荒はばきの御神体として祀られているのです。その御神体がこちらでございます。はい。ドン！これ人ね。おー、でけえ。でけえよね、これ。でけえ。自然石としては不自然なカッティングされたかのような。なんか綺麗に。ね。ピラミッド的な形していますよね。確かに。そう。この巨大石こそが、1300年以上前から恵比氏たちが崇拝していた、はぁ、荒はばき神なわけですよ。でもね、石棒や笹に憑依する諏訪大社の御釈寺信仰と比較して考えると、うん、この岩そのものが荒はばき神だというわけではなくて、はいはい、荒はばき神が宿る一つの岩として信仰されてた可能性が高そうなんですよ。なるほどね。各地にあるからね、言うても、うんうん、そしてこの石には隙間があって、まあ、大人はちょっと入るのきついんやけど、はいはいはい、ここをくぐると、うん、安産とか商売繁盛などの御利益があると言われてます。あー、なるほどね。そう、このことから荒はばきの御神体であるこの巨石は体内石と呼ばれています。これまでもね、荒はばきは女神だったんじゃないかっていう考察してきましたけども、うん、丹内山神社でも荒はばきは女神として扱ってるわけですよ。そうやね。目母のお腹っていうね、母なる石だったわけですよ、うん、で、面白いことにこの丹内山神社には体内石を守るように、うん、ジジスギという。ジジスギ？バカでかい古木の根っこが存在してて、はいはい、明星と竹内文書シリーズでお話してきたかぐや姫を守る長常彦、うん、竹取物語でいうおじいちゃんを彷彿とさせるんですよ。はいはいはい。おじいちゃんが守ってる。はい、そんな丹内山神社ですけど、この地には他にも不思議な伝承が残されています。それは大和朝廷 VS 恵比氏の時代にまで遡ります。はい。当時ね、恵比氏との戦いでめちゃくちゃ活躍したのが坂の上田村麻呂と言われてるんですけども、うん、この田村麻呂はね、恵比氏との戦いの最中であるのにもかかわらず、この荒はばきの御神体がある地にこもり、うん、しばらくの間祈願を続けたと言われてるんですよ。ほうほうほう。で、この頃はまだお寺が建てられる前やったんで、田村麻呂は敵の神、荒はばきに対して祈願したということになるんですよ。へぇー。大和朝廷の征夷大将軍が敵の聖地にこもって、敵の神様に祈り続けてたっていう。いや、どういうこと？何があったのって感じなんですけども、うん、坂の上田村麻呂は何か見てしまったり、感じてしまったのかもしれません。坂の上田村麻呂はこの地で一体何を見てしまったのでしょうか。はい。田村麻呂はその後、恵比氏を優遇したり、うん、恵比氏の処刑に反対したりしてたので、この地で恵比氏にまつわる不思議な体験をしたのかも知れません。荒はばきは東北を中心に祀られる神様と言われてるんですけども、その最西端は愛知県三河地方にある岩倉神社だと言われてます。そうなんや。そう、もうこの名前からも分かるように、ここにもね、不思議な石が祀られてるんですよ。ね、見てください、この感じ。岩倉神社。あー、なんか不思議な形やね。そう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 。で、この石が荒はばき神を祀る御神体だというふうにははっきりと記されてないんですよ。残ってないんですけども、うん、体内石と同じく境内の奥にあり、自然石とは思えないとても不思議な形をしているんです。こう後ろから見たらね、こうなんかあぐらかいてるおじさんみたいなね、かわいい人の形っぽいよね。なんかかわいいね。首見てこれ。うお、これ自然ですかね。これ、これなんかおかしな感じになってる ね。くびれにね、こう水平の線が入ってる。ね、入ってるね。そう、明らかに加工された石なんですよね。ぬわつけてる感じやもんな、これ。さらに静岡県浜松市にある荒はばき神社も巨大な岩倉が御神体として祀られており、はい、荒はばき神は泉だけでなく巨石に宿ると考えられていたのは
もう間違いなさそうなんですよ。こんだけ揃ってくるとね。そう。で、浜松市にある荒浜神社の岩倉も、明らかにこう、石が積まれてたりして、もう人工のものである感じがね、プンプンするわけですよ。うわ、作られた感じや。そう。ちなみにこんな場所ね、海外にそうそうないですからね。まあ、そうよね。もう日本ではこういう起源不明の謎の岩倉が見つかりまくってるのに、なぜか話題にもならないんですよ。ならない。そう。この荒浜信仰は岩倉信仰と結びついてたよっていうのがね、なんとなく見えてきたわけですけども、極めつけが北海道小樽市にある金吾龍神社でございます。はい。ね、金吾龍神社がある場所は超古代から聖地とされており、周辺にはね、縄文人が作ったとされるストーンサークルとか、うわ、貝塚、フゴッペと呼ばれる縄文時代の洞窟が発見されてるんですよ。その頃からの言い伝えがある神社なわけ。この金吾龍神社がいつ作られたかっていうのは不明であり、境内から出土した祭祀用の縄文土器などの分析からなんと、約5000年以上前から、でこの金吾龍神社があった場所で祭祀が行われていたと考えられてるんですよ。だいぶ前ね。完全に縄文の信仰。そうなるね。そう。この金吾龍神社の現在の主祭神は大元尊神と言われる謎の神様で、誰だ？そう。万物を作った始まりの神様だと言われてます。へえ。他にはね、日本神話に出てくる国とこたちの神とか、大山積みの神が祀られてるんですけども、はいはい、奥の宮に祀られているのが、荒浜神なんですよ。奥の宮か。そう。おそらく他の神様は建前で、奥の宮で祀られるこの荒浜神こそが、ね、真の主祭神だと考えられるわけですよね。そうよね。しかもね、この金吾龍神社の社殿では、この荒浜鬼神は、今から5000年前に祀られ始めたとされており、太陽、月、大地と生命を司る龍神だと、あら、来た龍神、伝えられてるんですよ。伝えられてたよ。そう、金吾龍神社では荒浜鬼イコール龍だと言ってますね。言ってもうてるんですよ。いやさらにね、金吾龍神社の言い伝えによると、16000年前に、今でいうフゴッペ岬での岩倉信仰が始まり、はいはい、5000年前に、龍蛇神、荒浜鬼信仰が始まったと書かれてます。書かれてる。そして、4000年前から徐々に南下し、北海道、東北、北陸、出雲という風に全国に広がっていったと伝えられてるんですよ。うわーほい。もう完全に出雲口伝ともバチバチに繋がってきません？これ。伝わりましたね。そう。で、7世紀に阿部の平府という人物が進出してきて、古神道が伝えられたとあるので、まあそれまでは縄文時代から続く独自の信仰を続けてたと。いうことなんですよ。なってきますね。まぁ、ちょっとね、情報量が多すぎるので整理しますね。はい。まずね、金吾龍神社の伝承によると、荒浜鬼神の正体は龍神だと言われていることが分かりましたよね。はい。だとすると、これまで縄文土器で発掘されていた蛇の女神信仰、ね、龍の女神信仰だったのかもしれないっていう、ね。っていうことにもなってくるよね。そう。そういう可能性が出てくるわけです。5000年前からね。そうよね。縄文時代中期のタイミングと、まぁ、バチンとこれまたハマるのよ。ハマってるね。そう。つまり、蛇という爬虫類を崇めていたわけではなく、もっとスピリチュアルな霊体のようなものを信仰していたのかもしれませんよね。はいはいはい。しかしね、荒浜イコール龍神だと考えると、いろいろとね、つじつまが合ってくるんですよ。おうおう。なぜなら荒浜信仰は基本的に岩倉信仰なので、巨石に神が宿るという考え方なわけですよね。ああ、そうね。ということは、物理的に存在する蛇じゃなくて、霊体である龍神が巨石に宿ってると考える方が自然なのよ。確かに。宿るっていうことはそういうことやから、はい、霊体なわけですから。そうやね。龍なわけですよ。ひゃー。しかも5000年前に龍神信仰が始まったとすると、津軽外三軍師や出雲口伝のお話ともリンクしてくるわけですよ。出雲口伝は4000年、津軽外三軍師は5000年って言ってるからね。ね。つまり龍神信仰は海外からやってきた坪家族、すなわち船戸の一族が持ち込んだものだと考えられるわけなんですよ。考えられますね。ね。まあ、これらの伝承では、坪家族も、倉戸の一族も、もともとは日本に存在し、長い年月をかけて海外に渡り、再び戻ってきたんじゃないかっていうふうにも読み取れるので、もともとのもともとの龍神信仰は日本が始まりである可能性もあります。さらにね、金吾龍神社から徒歩数分のところに、フゴッペ洞窟というのがあるんですけども、はい。この場所もかなりね、面白いヒントを残してくれてます。そうな。まず、このフゴッペ洞窟は、最終氷期から温暖化による急激な海面上昇によって、地形がね、えぐられていき、はいはい、およそ5000年ほど前にね、できたと言われてるんだ。5000年。5000年。前来た。これ全く違う研究やからね。ちゃんと地質的に調べられてるものやからね。はいはい。これまた、坪家族が日本に漂着した時期と、
金剛流神社に伝わる荒幅信仰のスタート時期とも、はい、完全に重なるんですよ。もしかしたらフツボケ族はこのフゴッペ洞窟に漂着したのかもしれません。はい。で、フゴッペ洞窟は1950年に発見されて、うん、翌年から発掘調査が進み、1953年には国指定の史跡として認められるわけですけども、なんと、ね、うん、この洞窟から800個以上の壁画が見つかってるんですよ、うん、壁画800？ そう、ものすごい数があるんです。すごいな。で、北海道に住んでいた人々は渡来人が持ち込んだ弥生時代の流れを拒み、数百年にわたって縄文文化を続けたんですよね。はいはい、はい、一部の人は。あ、そうなんや。そう、この壁画は俗縄文時代と言われる2000年前に描かれたものだとされており、うん、もう何万年と続いてきたね、縄文の文化をもう誰よりも色濃く受け継いだ人たちが描いたものだと、はいはい、うわ、考えられるわけですよ。なるほど。1万年以上文化続けてね、うん、平和やって、もういろんなルールがちゃんとあって、それを守り続けた人たちが何かを残すために書いてるわけよ。はいはいはい。で、この壁画には船や魚、怪獣といった様々な絵が描かれているんですけども、なぜか、うん、普通の人間は、うん、ほとんど描かれてないんですよ。見てください。はい、ドン、これ見て。うわー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 、なんだこいつら。もっと行こう。ドン、なにこれ。羽、羽、羽、羽よ、羽、羽生えてるよね。で、これ角。うわーわーわー、土偶みたいな体の人。ほんまや、頭に羽生えてる人。普通のやつはね、船とかやで。はい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 。この人だけ全部このバケモンみたいな。すごくないこれ。やばくないこれ。これやばいよね。これやばいよね。で、こんな羽生えた人間とか、頭が羽生えてる、角生えてたりとかね、めちゃくちゃ描かれてて、めちゃくちゃ不思議なんやけど。うん、この壁画もっと話題になってもいいレベルでしょ。いや、だってこんなんおったのってなるしね。これまたそんなに話題になってないの。なってない。2000年前、弥生時代の流れを拒み、北海道で縄文文化を続けた人々は壁画を通して何を伝えたかったのでしょうか。はい、だって角が生えてて空飛べるって、もうまるで竜神みたいやん。いや、そうよ ね。もし金剛竜神社の伝承が事実だとすれば、うん、この地には確かにね、現象とも言える不思議な竜神信仰が残っていたのかもしれません。いやー、どうですかね、これまで話してきた津軽外三軍師とか出雲宮殿のお話がこうレバーブローのようにね聞いてきてません？完全に信憑性上がってきてるよ。そうやろ、いろいろ繋がってくるのよ。だってフゴッペ洞窟が5000年前とか、うん、もうこれはもう別の調査で分かってることやし。そうやね。金剛竜神社の伝承もまた別やし、うん、で、出雲宮殿とかまた別やしね。ただ全部ピタピタンってくっつ、5000年前に竜神信仰が始まってた。はい、これまでの考察では、津軽外三軍師でも出雲宮殿においても、出雲族のルーツは東北にあり、大和を失って東北に逃げた長洲彦は出雲族の末裔ということでしたよね。うん、つぼけ族、すなわち超古代出雲族が昔からね、竜神を崇拝してたとすれば、うん、出雲大社とか根諏訪大社に残る竜邪神信仰とも、これまた完全に繋がってくるわけですよ。一致してるね。なんでね、出雲大社とか、うん、諏訪大社は竜が関わってんのって話やってん。で、人もまた違う、竜の信仰が残ってた。そうよね。これがまたここで全部繋がってくる。回収され始めた。5000年前からの竜神信仰やったと。いうことになるし、これはやばい。荒幅木とも繋がってくるのよ。うわ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 。しかもね、愛知県にある戸賀神社にはね、岩倉があって、荒幅木神社が存在しているので、うん、かつてその地は荒幅木信仰だったと考えられるのですけども、うん、現在祀られているのは、ね、大国主の別名、大名無知なんですよね。大名無知。この大名無知っていうのは、大国主の幼い頃の名前と言われてるんですけども、名無知っていうのは蛇を意味するとも考えられており、はいはい、大名無知っていうのは大蛇っていう意味にもなるんですよね。ああ、そうやね。なぜかね、もともと荒浜鬼神を祀ってたんじゃないかと考えられる神社の多くが、うん、今は大国主の妖名大名無知を祭神として祀ってたりするんですよ。へえ。あえての大国主じゃなくて大名無知の方を使ってる。はいはい、蛇っぽい感じ。そう。だから荒幅木信仰をしていた一族が出雲族に繋がるとすればね、うん、大国氏っていう名前はもう格好の隠れ蓑やったわけですよ。なるほどね。もともとは竜神荒幅木信仰してたけど、まあ、一応子孫やし大国主みたいな、うんうん、まあこいつを主催にしとけばええかみたいな感じで、はあ、反発が少なかったわけ。そうやって緩やかに荒幅木信仰という、ね、竜神は消されていったんじゃないかっていう。消されていったんや、ね、そう。しかし荒幅木が竜神信仰と結びつくとすれば、大国主の妖名であり竜蛇を意味する名無知を使うことで、うん、分かる人には竜神荒幅木の痕跡が分かるようにしているのかもしれません。ああ、なるほどね。だからね、もしかしたらなんでこの場所に大国主祀ってんねやろみたいな、しかもなんで子供の頃の名前大名無知使ってんのみたいな、はいはいはい、神社があったとしたら、はい、それはかつて
龍神荒幅鬼神を待っていた場所なのかもしれません。いかがでしょうか。ちょっとやばくないね。これまで蛇の女神や言うてた話が、うん、龍神の話でちょっとまたガラッと変わる、全部変わってきた、ね、そういう話でしたけども、まあこれまでにね、うん、結構荒幅鬼掘り下げたし、まあ、今回で東北シリーズ終わりかなって、はい、思いませんか。思いました。まだまだ続きます。まだもう一丁行くの。まだ行きます。くんとまだくんと行きますよ。まだあるのよ。はぁ、あ、というわけでウィノ君、はい、サムはこれだけで終わりませんってことで、終わりません。さらなる深みにダイブしていきたいと思います。はい。まあね、明日の話はがっつり考察というか、うん、伏線回となります。はいはいはい。もちろん考察もあるんですけども、うん、東北の英雄アテルイについて、アテルイお話してきます。知らない。知らない。ヒント来てないこれは。バレた。バレてますよ。で、縄文時代と比べるとかなり現代に近づいたお話なんですけどもね、はいはい、次回気になる方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄にね、僕らの SNS もあるのでぜひチェックしてみてください。それで本日はこの辺でございます。はい、またね。バイバイ。バイバイ。